は寿司の定番はマグロではなかった。いつ OK 寿司職人 YouTuber の進む OK こと武部進むと申します。今はですね、出張寿司でですね、こうイベントごとに私自らイベントや会場にご自宅とかに握りに行ったりというサービス OK 出張寿司というのをやっておりますけども、今日は YouTube でもね、このいろんな出張寿司とかでお話ししていることを配信できたらなと思って始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、マグロについてお話ししたいと思います。実は寿司の定番はマグロではなかったということでございますけどもね、実は皆さん意外と知らないかもしれないんですけど、まあ、お寿司はね、江戸時代からこう今の形に早寿司という形でですね、なっていったんですけども、マグロは実はですね、お寿司としては最初握られてなくて、最初小肌とかアナゴとか、まあ、卵とかね、いなりとかかんぴょう巻きとかそういうものだったんですけども、マグロが握られるようになったのか、なんでか知ってます？これ意外と皆さん知らなくて、僕も全然知らなかったんですけど、まあ、ある情報に、まあ、いろんな説があるかもしれませんけど、これ一つの説としてなんですけど、マグロがね、ある年異常に発生したそうなんですよ。それで大奉行様とか江戸時代 の要は政府的な大奉行ですね、処理に困って、まあ、町の方、庶民の方に流通させるようになって、マグロが食べられるようになったということでございます。そっかららしいんですよね。何でもそうです。ウニとかもそうですよね。あんな意外がの最初何かしらの理由があって食べられるようになったんでしょうけどもね、バナナとかがあって、フィリピンのね、あれ剥いたら甘いバナナが食べられるなんて最初思ってなかったかもしれませんし、いろいろ何かのきっかけで今の食卓に上がるようになっているっていうので、まあ、今の人類いろんな食事がありますけども、一つ一つ歴史があるので、今日皆さんご飯食べるときもこれはどういうふうな歴史があって食べられるようになったのかなとか、そういうことをちょっと考えていたらちょっと面白い人生になるかもしれません。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。 It's OK!